Hi everyone! How is going? It's me, Takeharu. Please call me, Taira. 今日3回目ですね。Today's lesson is 2 of 38. ということで、38の2ですね。さっきの発音のやつは B の方です。はい。本編の38と B の方は、先生の講座をもとに、自分で咀嚼して練習しながらアウトプットしています。で、この2もしくは3の方は、自分がその日その日で気になったこと、チャレンジしたこと、できたこと、これいいなと思ったことを、紹介していってます。で、まあ、よく使うフレーズだったりとか、本当にショートの言葉ですね、をやっていってます。で、今日はですね、投げっていうのと、やったっていうのを紹介したいと思います。よく、まあ、これ、まあ、そんなに頻繁ではないのかもしれないけど、ある時はよく使いますよね。長いスパンで考えると。例えば、市役所。もう本当に混む時は1時間、2時間。もしくは、携帯ショップとか。人いなくても1、2時間機種変だったりとか、なんとか。料金支払いなんかは本当にね、まあ、10分、15分くらいで終わったりもしますけど、機種変とか新しく、何かをするときなんかすごく待ったりします。その時に、待ち時間が長ー長けーなーって時に使うのが、it's a long wait. It's a long wait. It's a long wait. ですね。で、これ、まあ、多分、もうこの文節で、it's a long となると、まあ、その状況、その、まあ、独り言だったりとか、誰かに愚痴ったりするときのシチュエーションなので、まあ、独り言は別に誰も聞いてないし、いいとして、誰かに愚痴るときでも、状況を分かってる人であればいいと思います。ここ、wait。まあ、そんなに、長文、もう一言なんで、長文じゃないんでいいと思うんですけど、long wait。で、最後の t を言えば問題ないんですけど、long way。道、long way になるケースもあるので、そこは注意しておいてください。まあ、誰かに話してるときとかは別にいいし、独り言で言ってても周りにみんな待ってる人いますから、長い道だなっていう、まあ、ある意味、長蛇の列って言えば長い道といえば道なんですけど、この時間で言うと、it's a long wait. 待ち時間が長い。it's で、it's ってのはすごく、便利な表現ですね。it's で、表現できるフレーズものすごくたくさんあって、自分の感情であったりとか、周りにあった出来事なんかを、まあ、気持ちも含めた感じで、すごく熱いとか、すごく綺麗だとか、すごく楽しいとか、まあ、その、表現をするのに、すごく、もう、ものすごく、まあ、万能ではないけど、便利な、it's 何々のフレーズですね。it's long wait! っていう感じ。もしくは、まあ、これ、言い方を変えたら、待ち時間長えなーっていう表現と、まあ、これ二つ書いてますけど、どっちも通じますね。The waiting time is long. The waiting time, 待っている時間が長い。あと、もう一つが、Yeah! Did it! ってことですね。まあ、これ、Yeah! って言いましたけど、Yeah! って言いましたけど、Yes! Yes! Did it! でもいいです。やったーって。何かを成し遂げた。達成した、できた、やったっていう時に、did it! まあ、それが、それをした、それできた、それをした、っていうことですね。で、やったっていう感情を込めてる。これも本当に簡単ですよね。それをした、それをした、っていうところにこうエクスクラメーション2つついて、ウィアってなると、やったっていう表現になります。で、まあ似たようなっていうと同じ、あれなんですけども、do it now!do it now っていうのは、もう、do がする。it はそれ。で、now は今でしょ？今すぐやれっていう意味なんですよ。do it now。で、あとは、まあ、これも同じような表現ね。right now。right now。なぜ right が right。r の方の right ですね。right now。right now が入ってるのがあるの。now が今ですね。今。take the coffee。
コーヒーちょうだいっていう時に、right now、 今すぐ今すぐっていう、あのまあどうなんだろうな、今すぐっていうか結構あの強めに言っちゃうと横柄なお客さんみたいな、はあ、今すぐだよっていう感じになるのかな。まあ友達同士で使う時もいいけど、 right now right now って言ったらもうあのすぐすぐすぐ今すぐですね。こっちはまああの今すぐ、こっちはまあ今すぐな、今すぐっていうだけなんですけど、こっちは今すぐやれっていうことなんで、まあもうちょっと厳しい言い方ですね。はい。なんでまあいろいろ二通りありますけど、今日は、待つ時間が長えっていう時に言うフレーズと、やったできたっていう時のフレーズを紹介しました。まあこれ結構よく使うと思うんで、僕もまあ日常使うワードとかフレーズ、シチュエーションなんかをどんどん英語にして表現していくと身についていくと思いますんで、やっていきたいと思います。今日どうもありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. Bye!